出せませんでした。試合がこんなに怖いってこと知りませんでした。だけど怖いけど面白かったです。そんなことありません。全然弱いです。もっと強くなりたいです。はい、よろしくお願いします。コーチ、負けてしまいました。アスカちゃん、よしよし、大丈夫？怖くなかった？大丈夫です。怖かったですけど、もう大丈夫です。はい。女の子にあんなことするとは、進藤さんはひどい人です。もう、プンプンですよ。必死と言っても、結局は7点も差をつけられちゃったけどね。はい。後半は何をされているのか、よくわからない状態でした。次の大会の目標は打倒進藤さんですね。進藤さんは3年生だってば。この大会で最後だから打倒する機会はないって。そうでした。はい、進藤さんと試合ができてよかったです。経験だったかもしれないけど、進藤さんと試合をするために FC をしてるわけじゃないし。美咲先輩はもっと上を見てるんですよね。そこから見れば進藤さんとの試合も踏み台に過ぎないと。そうそれだから、つまりそういうこと。そういうことなんです。どう騙すかということですね。私らはここで見てるからごゆっくり。どうもこんにちは。忘れないでください、イリーナです。そうです、イリーナさんです。はい、次も勝って次も勝ったら一番です。そちらの1回戦の、はい、青柳さん強い人でした。それと試合見てました。すごい面白い試合、興奮しました。興味あります、倉科さん。はい、見ていて楽しかったです。愉快？愉快で日本語正しいですか？飛んだり跳ねたり、あっち行ってそっち行ってという試合で、サーカス、日本語でサーカスは何と言いますか？あの試合はサーカスですね。いろんな技が出て、上下左右に激しく移動していて、
見ていて楽しいけど、FC ではありませんね。え？私の日本語、おかしかったですか？勝つことが目的なら、あんなに派手に動き回る必要ないです。そうですか？勝つために、エアキックターンやコブラやスイシーダが必要だった？そう言いたいんですか？必要ですか？愉快です。でもあれは私の知ってる FC とは違いますね。きっと決勝戦は進藤選手と乾になります。それを見てもらえば私の言いたいことわかると思います。本当の FC わかります。はい、本当の FC です。知ってますよ、日向雅也さん。ジュニアの時、乾と同じ年頃の選手はできるだけ調べてるんです。ですから調べてるんです。日向さんの育てた選手でも日向さんでもいいです。いつか乾を潰しに来てください。あの子は魔女ですから。そうしてくれるとすごく喜びます。誰かに潰されるのを心待ちにしてるんです。乾は真面目な性格ですから。ごきげんよう、日向雅也。乾咲が私より強かっただけのことです。私は散歩中ですが。部長は少しピリピリしていますの。今は一人になってクールダウンする時間が必要だと判断して席を外しました。今話していたのは乾咲のセコンドですか？そういうことでしたの。乾咲は不思議ですね。そうですわね。硬い感じがしました。下手にぶつかったら弾き返されてしまいそうな威圧感は確かにありましたけど、私が言いたいのはそういうことではありませんわ。スタイルが完成されていると言えばいいのかしら。
彼女自身というよりも、その後ろに私たちの知らないスタイルがあるような気がしますの。それも含めての話ですわ。大小を含んだ体系的なテクニックがあるのかもしれません。動かされていると思いましたわ。気づけば乾咲の有利な方向に動かされているのです。自分で判断しているつもりなのですけど、セコンドの方がとても優秀なのかもしれませんわね。引き出しの多い人なら乾咲の裏を行くことができると思いますわ。それと。ちょうどいいタイミングでしたわね。これから試合をする選手みたいなタイプも苦手かもしれません。動画裏の選手ですわ。名前は黒淵かすみ。その様子だと、あの選手の試合、見ていなかったようですわね。そういうことではありません。試合を見ていればわかると思いますわ。反則の常習犯なので、最初から警告を受けているのだと思います。そうですわね。何かにイラついているようなプレイスタイルですわ。セット。黒淵かすみ選手の反則負け。はあ？初回の反則ならそうですよね。彼女、一回戦からずっと同じ反則をしてますの。そうとしか考えられませんわね。スーツの浮き袋が不自然に動いたのも気になりますし。わかりませんけど、練習をすればできるのではありませんか。乾咲は、ああいったプレイに弱いのではないかと思います。そういう選手が得意というスカイウォーカーはあまりいないでしょうけれど。そういう意味もありますけど、彼女は枠を超えてこようとするスタイルに弱いかもしれませんわ。何せ、自分の思うように動かせないでしょうから。だからといって反則は進めません。そちらの方々でしたら、飛沢美咲や倉科明日香よりも有坂真城の方が乾咲と相性がいいかもしれませんわね。では私はそろそろ戻ります。そんなことありませんわ。
乾咲について部長に何を伝えたらいいのか整理できましたから。言われるまでもなく。それではごきげんよう。おう日向、お疲れ様だ。終わったな。今から秋の大会を見ているとは頼もしいぞ日向。俺は3年で引退だが、 FC を辞めるつもりはないからな。何か手助けできることがあったら声をかけてくれ。いやー、ちゃんと君らの試合を見てたよ。いい試合だったね。どの試合もだけど、あえて言うならアスカちゃんと進藤くんの組み合わせが一番良かったかな。うん、俺も見ていて興奮したぞ。最後で得点差は出ちゃったけど、この大会のベストバウトだろうね。アスカちゃんはいい選手になったね。なんだい？アスカちゃんのことで？すごいよ。それがどうかしたの？マサヤは勘違いしてるな。そんなこと言うつもりはないよ。僕はもっと具体的なことを言える。大会記念 T シャツを買ってくれるなら教えるよ。じゃあ教えようかな。すまないけど、ちょっとの間店番を代わってもらえないかな。了解。日向にたっぷりと役立つ話をしてやってください。役立つ話ができるかどうかはわからないけどね。進藤君との試合のハイライトのエアキックターンの連発、あれはマサヤの指示じゃないだろう。あそこでエアキックターンの連発をできたのはもしかしたら偶然かもしれない。だけどあそこでエアキックターンを連発しようと思いついたのは偶然かな。 FC で特にドッグファイトで重要なのはとっさのひらめきだろ。身体能力も重要だけど、本当に必要な才能っていうのはここだと思うけどね。ここだけの話だけど、美咲ちゃんはつまんないね。美咲ちゃんはアスカちゃんと逆だね。プレーを感覚に頼りすぎてると思う。言うのは簡単だけどね。これまで使わなかった部分を使うっていうのは一朝一夕でできるようなことじゃない。美咲ちゃんがどうかって話じゃない。一般論としてこういうのは本当に難しいことなんだ。
そこで頭の使い方を教えるっていうのは大変だよ。特に美咲ちゃんみたいなタイプはね。まとめて言うと、アスカちゃんは FC 脳がいいと思うんだ。頭を使って先を見通して、相手の動きを見て自分で考えて行動している。今は体がついていってないけどね。で、美咲ちゃんは FC 脳が鍛えられてない。とっさの反応で動いているだけで、全体を見通したり相手の動きを見て考えたりしてない。つまり彼女には戦略がない。アスカちゃんは頭が鍛えられてるけど体はまだまだ。美咲ちゃんは体が鍛えられてるけど頭はまだまだ。そういうことになるね。結論を言うとだ、才能の引き出しやすさも努力のさせやすさもアスカちゃんがずっと上だと思う。彼女はもしかしたら本物かもしれない。アスカちゃんは秘めた身体能力が発揮できれば、美咲ちゃんもすぐに超えるだろうね。これまでは出し方を知らなかっただけだから。フィジカルだけを鍛えるならそこそこ行くだろうね。だけどそのままじゃ本物になれない。来年の大会のベスト4レベルの強さまでなら簡単に行くよ。思うね。きつく言えば天才肌であって天才ではないと思う。彼女の才能の限界が目の前にあったとしても僕は少しも驚かないね。まだスタイルが固まっていないようだからどうとも言えないね。ただ頭はいいんじゃないかな。彼女たちをどうコーチするのか楽しみにしてるよ。もし僕がコーチするなら、アスカちゃんよりも美咲ちゃんを選びたいね。まっすぐな性格の人より歪んだ性格の人の方が好きだからね。ああいうタイプが FC を本気で続けていれば、そのうち性格は歪むだろ。そうなったらそこから伸びるかもしれないよ。お疲れさん、マサヤ。初めてにしてはみんないい試合をしたと思う。そう言って褒めていたところだ。それはマサヤの仕事だろ。頑張れ。大会の決勝戦は進藤さんと乾さんか。乾さんってすごいですね。すごいって何が？だってですよ、全試合ですごい点差をつけて勝ってます。リーダーが勝つ時って点差が広がっちゃうこと多いからね。偶然ってことはないですか？強いと言っても進藤さんほどじゃないんじゃない？佐藤院さんと当たった以外はトーナメント運も良かったみたいだし。いや、そんなことはないぞ。水産の選手にも勝っているしな。運だけで決勝に残れる選手はいない。そうかもしれませんけど。それにしてもほっとしたな。何がですか？だって兄ちゃんが負けた相手が2回戦で負けたら兄ちゃんが一番弱いことになってしまうもん。決勝まで来てくれたから兄ちゃんが弱いわけじゃない。ほんと意外とブラコンなんだからな。ブラコンじゃない。いいですよ、どうぞ遠慮なくその先を行ってくれてもいいですよ。部の中で私が負けた相手だと決勝に残ってないですから。乾
する必要なんか全然ありません。佐藤院さんが相手だったら私だって負けてました。いやいや、私やアスカなら佐藤院さんに勝ってたかな。いいんです、私は私の道を行きますから。あれ、そうなの？自分の道を行っちゃうんだ。美咲先輩の道を行きたくても美咲先輩が進むの早すぎるんです。そんなこと言わずについておいでよ、わしろ。始まりか。みんなしっかり見ておけよ。いや、今の悲鳴は何でしょうか。野良犬が次々と観客を噛んでるとか。うわ、逃げ。挑戦を前に感極まった人たち。そういう人たちの声の質じゃないよね。びっくりしたって感じですよね。観戦に飽きたどっかの生徒がふざけ合ってるんだろ。そんなことより試合に集中しろ。一発くらいあげてもいいですよね。そういえばマシロッチの友達が実況をするって言ってなかった？そうでしたそうでした、実況を聞かないと。確かヘッドセットを利用するって言ってました。なるほど、参加者はみんなヘッドセットを持ってますもんね。18数？よくわかんないけど、こういうのは全部マサヤの方で設定する仕組みになってるみたいだよ。それはわかりませんけど、早くしないと試合が始まっちゃいますよ。いよいよ決勝戦が始まります。死闘最強のスカイウォーカー進藤和也、対するは謎の最速スピーダー乾咲。お前たちまで一体どうしたんだ。さっきあちこちから聞こえてた悲鳴ってこれだったんだ。早くボリューム下げて、ヘッドセットは外れにくいんだから。実況船浜学院1年の穂坂みのりです。プリティな声でガッチリ実況します。略してプリガチなみのりと覚えてくださいね。プリガチ、張り切ってるな。微妙に頑張って考えた感が切ないわね。頑張ってるのはいいことですよ。いよいよこの夏、死闘で最強のスカイウォーカーが決まります。果たして進藤か、それとも乾か。セット。
夏の大会最速の乾選手がローヨーヨーで一気に加速します。進藤選手はセカンドラインへとショートカットです。まずはスピーダー対オールラウンダーの定石通りの展開です。進藤さん、ちゃんと乾さんを抑えられるでしょうか？できるでしょ。まあ最初は抜かれるかもしれないけど、今までの乾さんの対戦相手みたいに抜かれっぱなしということはないんじゃない？セカンド V にタッチして乾選手まず1点です。セカンドラインにショートカットした進藤選手は乾選手と接触か交差しなくてはいけません。そういえばこの大会で乾さんってドッグファイトしました？私の記憶だとまだしてないと思うよ。スピーダーなんだからそんなに強くないでしょう。は、早いです。方向を変えたのに加速してますよね。スピードに乗った乾選手が進藤選手の手前で急上昇。これで一気に抜き去るのが乾選手の必勝パターン。どうする？進藤選手、乾選手この大会で初めて進藤を抑えられました。進藤選手のペースになるのか、それとも乾選手にこの先の展開があるのか。進藤さんのペースになるに決まってるよ。乾さんがあんな風に加速したらフェイントじゃないって分かっちゃうよね。トーナメント運が良かっただけ。あんな分かりやすい動きなら私やアスカでも止められるって。私には無理かもしれません。当然のように私は無視なんですね。真っ白でも止められるって。そんな信用できない声を出さなくても。でもそんな美咲先輩も好きです。愛が重いな。はいち早く姿勢を戻し下から乾選手の背中にタッチ。これで1対1。今大会乾選手2度目の失点です。2度目？マシロッチ、1度目は兄ちゃんが取ってるんだよ。うん、そうでしたね。兄ちゃんと進藤さんが並んだみたいですごいな。いよいよ本格的にブラコンだな。だからブラコンじゃないって。やっぱり乾さんは大したことないんじゃない？このまま進藤さんが追加得点して終わりそう。何かに気づいたのか？はい、なんでもないんですけど。言ってみろ。私の勘違いかもしれないんですけど、そのコーチは自分ならどうするか考えながら観戦するようにと言いましたよね。何か気づいたんだ。気づいたというほどのことでもないんですけど、私なら進藤さんと同じように動くと思うんです。私もそうすると思うけど。あれが？だからその考えすぎだとは思うんですけど。はい、コーチも同じことを。
人とも考えすぎじゃないかな。だって乾さんがああ動いたら進藤さんがそうするしかないじゃない。そうするしかないでしょうか。真顔でそんなこと言われても困るけど、私なら進藤さんと同じことするな。あ、進藤選手が真下から乾選手を跳ね上げてからタッチ、得点追加、2対1。一方的な展開になってしまうのか。乾選手、厳しい時間が続きます。ほら、一方的な展開になってきたって。二人とも考えすぎなんだからな。このまま終わっちゃうかもよ。高い位置にいるから長い老養用でスピードを稼いで一気に突き放そうって考えかな。牽制するような動きを繰り返します。膠着気味ですが、進藤選手の方がやや有利か。このまま試合が終わってしまうのでしょうか。これってある意味私と一ノ瀬ちゃんの試合みたいな感じ。先に大きく仕掛けた方が不利になっちゃうという膠着。私は違うと思います。と言いますと、わかりました。何がわかったの。追い詰められてるのは進藤さんです。そうですか。私には完璧に先回りしているように見えますけど。進藤さんは完璧に先回りしてますけど、乾さんは少しずつ加工してるんです。加工する乾さんの頭を押さえようと先回りを繰り返せば水面まで追い詰められる。そんなことくらい進藤さんだって気づいてるはずだよ。え？そうかもしれないけど、このままだとどうなっちゃうんですか。二人とも気づいてないなんてことはありえないでしょ。どうしたのでしょうか。有利かと思われていましたが、急にサードラインへ向かってショートカットです。乾選手がゆっくりとラインを進んで V にタッチ。セカンドラインで乾選手を抑え込んでいるように見えましたが、このままでは展開がないという判断でしょうか。しかしその代償に1点奪われました。2対2です。仕切り直しというより手遅れになる前に逃げたと言った方が正しいだろうな。真白の友達全然分かってないね。そこは多めに見てあげてください。乾さんって怖くありませんか。怖くはないけど。そうですか。私は怖いです。だってあんな風に自分が思うように試合ってコントロールできます。相手は進藤さんですよ。私は一瞬先のことしか考えられませんでした。二人が螺旋を描くように牽制し合いながら上を目指します。
螺旋から飛び出して V を狙うチャンスもあるように見えますが、なぜこれは何だ。同じ展開になってるの？距離を置いて動かなくなってしまいました。これは一体
体何を意味するのでしょうか。実況の難しい試合になってきました。進藤さん、むちゃくちゃにでも突っ込んでいかないと。だけどこのままじゃ時間切れで。すごいです。え？これも FC なんですね。うん。の FC、 わかります。だから圧倒的ってわけじゃないんじゃ。コーチ、どうやったら乾さんに勝てますか。進藤さんが負けたこと何も思わないの。ドキドキします。そっか、ドキドキするんだ。はい。じゃ、今日は解散ってことだよね。あー、お腹減った。コンビニに寄って帰ろ。お供します。私はもう少し会場に残っていたいです。余韻に浸っていたいというか。そっか、私は腹ペコだと死んじゃうので先に帰ります。あ、待ってくださいよ。
じゃあありませんか。それだ。なんだ違うんだ。明日のことは明日にならないとわからないな。お腹が空きすぎて今は何も考えられません。はーい、それじゃあ私たちはお先に失礼します。美咲ちゃん様子が変でしたね。試合を見せられたら変にもなるよ。あ、どうしてでしょうか。はい。クラシナは大物だな。多分飛び沢は振動を目標としていたんだろう。そうだぞ。決勝戦は面白い試合だったんだから。そうだろ、マサヤ。部活ですか？あ、やっぱりそうですかね。ええ、はい。ちょっとやる気出しすぎでしょうか。反省会からでしょうか。はい。自分の試合も、そしてみんなの試合も、びっくりするくらいドキドキしていました。最後の試合だって、あそこで乾さんと戦っているのが、なんで私じゃないんだろうって思ってました。まだそんな選手じゃないことなんて、分かってるんですけどね。
コーチ。いえ、マサヤさん。今日の練習からお願いがあるんです。はい。本気で私を鍛えてください。乾さんに勝てるぐらいです。それがどのくらい大変なことかは私にだってわかります。でもそこに行きたいです。私は勝ちたいんです。だからそのための指導を私にしてください。お願いします。